全然違うんですけど。あの名品が多かったという伝説の資生堂超人気ブランドインウィーが9月21日ついにリニューアル、全9種のアイテムを引っ提げて登場です。前半後半に分けて今日はベースメイク編をお届けします。色展開があるものは全て全色レビューします。動画の構成です。まずはざっと今回インウィーから何が発売されるのか、9種31アイテムを一覧でお見せした後メイクをしながら詳しく紹介します。全色レビューも合間に入れます。時間経過を見た後まとめでは使い方のアドバイスやこんな人におすすめをお伝えします。概要欄タイムスタンプから見たいアイテムに飛ぶこともできます。インウィーは柳屋で取り扱いしてます。これが商品一覧です。今回はベースメイクとアイブロウの全9種31品の発売、ポイントメイクも来年の春以降順次発売予定です。注目商品はウォータープルーフのアイブロウと SNS で噂されているハイライター、柳屋のスタッフたちが口を揃えていいと言ってるパウダーファンデーションです。今回はベースメイク編なのでこちらのアイテムを紹介します。すべてのアイテムにヒューマン&光コントアリング技術を採用しています。光と影を操り、個人の持つ個性を消すのではなく引き立てる、強制するのではなく生かす、作るのではなく蘇らせる、インウィーならではの技術です。ベースメイクには資生堂初のハイブリッド光彩パウダーが入っていて、すべてのアイテムが受ける光を自分の肌で吸収発光、反射コントロールし、骨格、血色感、質感を際立たせてくれます。これによりインウィーでメイクすると自然な仕上がりでありながら目元がはっきり、鼻筋は立体的に見え、メリハリのある顔印象になります。それではこれから使いながら紹介します。グロープライマー、内側から発光したようなツヤを叶える化粧下地、1回の使用量は 0.3g、 約100回分あるので毎日使っても3ヶ月使える。一塗りで内側から発光したような血色感とツヤ肌、マグネット効果オイルでファンデーションのつきや持ちを高めます。スキンケア成分を 70% 以上も配合、美容液のようなみずみずしい潤いが続く。8時間化粧持ちデータ取得済み、保湿長時間持続データ取得済み、フローラルフルーティーシプレの香り、ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み。若干ピンクっぽい、なんか懐かしい感じする。つけます。グロープライマー片方だけ塗ってみました。まだそんなに違いはわからないです。反射の感じですかね。ツヤはすごく綺麗に出ています。しっとりしています。特に肌の色がトーンアップされるとか、腹がこの時点で隠れるっていうわけではなさそうですね。ただ肌にピタッと密着してくれる感じがあるので、すごくファンデーションの付きが良くなりそうです。あ、でも両方塗ったらやっぱりツヤがすごい綺麗なのがわかります。この光ってほしいところが綺麗に光っている、嫌なギラつきではなく本当に内側から発光しているような自然なツヤが出てますね。パウダーファンデもあるので先にコンシーラーを使っていきます。コンシーラーです。光を強く反射させ色ムラやくすみを飛ばす補正効果、素肌と錯覚するほど自分の肌と一体化します。色ムラ部分にピタッと密着し薄膜仕上げでこすってもよれにくい。こちらもスキンケア成分配合で保湿持ちデータ取得済み、8時間化粧持ちデータ取得済み、フローラルフルーティーシプレの香り、ノンコメドジェニック、アレルギーテスト済みです。全3色、1番ライトは資生堂ファンデのオークル00から01の明るさに対応、2番ミディアムはオークル02から04の明るさに対応、3番アプリコットは肌色に関係なくクマやくすみを補正します。青みも綺麗に補正するので男性の青ひげにもおすすめ。こちらは2番です。こういうところ隠したいので使っていきます。うん、こっち隠してない方、こっち隠した方、自然なカバー力ですね。下地を塗り終わってすぐにやるとこんな感じだよっていう。こっちも塗っていきます。塗りたいとこが多くて、なんかがっつり隠すというよりは自然にカバーするような感じですね。この色味を隠すっていうイメージより、この表面がすごく滑らかに見えるようになるので凹凸を伴うような消したいところにいいかなと思います。これ実際に見ると結構綺麗に隠れてます。こっち1番でやったらどうなるのかやってみます。1番でも全然いいですね。ただこの際にやるとき、遠目にするとわかるかもしれないんですけど、濃い色を入れた方がフェイスラインはやっぱりシュッと見えるような気がします。なのでこの辺隠したい人はワントーン下げた色でもいいのかな。こっちはほんとナチュラルに隠れるっていう感じです。じゃあこういうクマもやっていきます。すごい自然に隠れる。あ、私ここにこのインウィーのコンシーラー入れるのすごく好きですね。全然違います左右。いいですね、いいですね。
あ、めちゃくちゃ明るく見えます。それではファンデーションつけていきます。パウダーファンデーションです。このケースがすっごく薄いんです。すごく軽いし色が可愛い。パウダーファンデーションです。軽やかに肌に馴染み、均一で自然なツヤ肌を作る。一般的なパウダーと比べて厚塗り感がなくツヤと透明感があります。クリームをパウダー化した製法で肌に滑らかに密着し、ふんわりしっとり仕上がります。色ムラやくすみを飛ばし、毛穴、小じわの影も目立たせないスキンケア成分配合で、パウダーなのに潤いがあります。8時間化粧持ちデータ取得済み。フローラルフルーティーシプレの香り、ノンコメドジェニック、アレルギーテスト済み、水あり水なし療養タイプです。私の一押しアイテムはこれです。本当に感動する。1番を持ってきました。シュッ、あ、おお、すごい。これは一塗りでかなり綺麗になりそうな予感。あ、毛穴めっちゃ見えなくなる。え、すごいんじゃないこれ。え、めちゃくちゃいいんじゃないですかこれ。え、待って、すごい綺麗に見える。なんだこれ。え、左右全然違うんですけど、全然違うんですけど、感動してる隠したいとこ、じゃあいきますよ。シュッ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。はい、できました。左右の違い半端ないですね。これ毛穴の凹凸全然違うんですよ。ここここ、パウダーファンデすごいです。全色スウォッチです。00から03は少しずつのトーンの変化で、03、04はしっかり色が乗る印象です。今回私は01を使いましたが、透明感の高い00をフェイスパウダー代わりに使うのもいいと思いました。クリームファンデです。クリームファンデーションです。ブルンとツヤのあるグロー密着コートベースで、光を巧みに操り、輝きのあるツヤ肌が持続します。オイルにはハイブリッド光彩パウダーやグロー密着コートベース、密着オイル、スキンケア成分の4種の成分をミックスしているため、ハイライト効果もシャドウ効果も保湿も叶う贅沢な仕上がりです。スキンケア成分 70% 以上配合、美容クリームのようなしっとりした感触。8時間化粧持ちデータ取得済み、保湿長時間持続データ取得済み、乾燥による小じわを目立たなくする、効能評価試験済み、フローラルフルーティーシプレの香り、ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み。1番にしてきました。どっちも同じ色ですね。1番だとこんな感じのお色です。これは少しずつ点で置いた後、こういうスポンジでつけていきます。あ、すごいいい香りしますね、このクリームファンデ。おまたパウダーファンデとは違うアプローチというか、あ、綺麗。ツヤがね、程よい。ああ、いい。やりすぎない感じですね。カバー力がしこたまあるっていう感じではないんですけど、本当に自然にもともと肌綺麗だよねっていう感じの仕上がりになってる。カバー力はパウダーファンデの方があるけど、こちらも十分あるし、仕上がりめちゃくちゃ綺麗ですよ。で、ズルズルしてなくてピタピタ止まってくれるのがまたいいですね。表面のボコボコした凹凸に関してはパウダーファンデの方が滑らかに見えますね。肌質を生かしてくれるのはクリームファンデの方。クリームファンデのスウォッチです。00は白目、01と02の差はそこまで大きくなく、03と04はしっかり色味を感じるトーンです。平均的から少し暗めの私は01がちょうど良かったです。01から試してみるのがおすすめです。どうでしょうか。こちらがクリームファンデを使った方です。そんないっぱいの量じゃなくても全顔にちゃんと広がってくれるので、コスパすごく良さそうです。クリームファンデの方は自然な素肌感を生かしてくれるような仕上がりなので、塗ってる感が苦手な人はすごくいいと思います。で、逆にこっちのパウダーファンデの方は凹凸までしっかりカバーしてくれるので、しっかり凹凸カバーしたいとか、ちゃんと塗ってますっていう感じが欲しい方はパウダーファンデーションがおすすめです。これ2つすっごく好み分かれそうです。形状的に当たり前だろうと思うかもしれないんですけど、クリームファンデがしっとりしていて、こっちはサラッとしてますね。表面のペタつきとかが大丈夫な方はクリームファンデ、苦手な方はパウダーファンデを選ばれるといいと思います。こちらお次がルースパウダーです。パウダーファンデとクリームファンデを塗った上に塗るとどうなるのかやっていきます。メッシュのね、こういう感じになってます。ルースパウダーです。ガラスのような光透過性と自然なツヤがあるクリアベールパウダー。肌に吸い付くようなしっとりした感触を持った繊細なしっとり感触パウダーで、肌を隠蔽せず明るさを与え、質感や血色を感じる仕上がりと柔らかな感触とツヤ、肌との一体感の両立を実現します。余分な皮脂を吸収し、ファンデーションの綺麗な仕上がりを長時間持続させます。フラッシュパウダー、全反射パウダーで色ムラやくすみを飛ばし、毛穴、小じわの影も目立たせません。フローラルフルーティーシュプレの香り、ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済みです。これギュッギュッと押してもらって、こう
パフパフ余分な粉を叩いてから顔にのせます。パウダーからやっていきます。シュッ、わー、一気に透明感出た。おー、わー、やる前より本当に綺麗。このルースパウダーもしかしたらこれね、良さ分かっちゃったら一気に広まっていく感じだと思う。このルースパウダーめちゃくちゃいいわ。なんかいろんなパウダー最近使ってるんですけど、群を抜いていいかもしれない。まずつけ心地がすっごい滑らかで本当に気持ちいいんですよ。テクスチャーで言うと雪見大福の周りについてる粉みたいな感じの感触ですね。それがこうなんかふわーってふわーってこう肌にまとっていく感じ、まとわりつくって言ったらマイナスっぽいけど、でも粉々してなくって、このファンデが消してくれた毛穴の凹凸ももう一回見せることなく隠したまま、さらに肌綺麗に見せてくれるっていう感じです。いや、すごい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 、これすごいすごい、すごいんですけど、超綺麗じゃないですか。じゃあクリームファンデの方にも塗っていきます。お、やっぱり綺麗、やっぱり綺麗、綺麗綺麗。私ね、このね、最後これで仕上げるのがいいと思います。ファンデだけでももちろん綺麗なんですけど、このパウダーやってあげることでどっちのファンデもさらに綺麗に見える。すごくいいです。ルースパウダーこれ使うことでペタペタ感は収まるんですが、でもね、カサカサしないし、すごく粉自体がしっとりしている感じがします。次はこちらハイライター使っていきます。はい、色が2色あって、こっちが1、こっちが2です。結構色違います。ハイライターです。上品な光と濡れたようなツヤを与え、立体感のある印象的な顔立ちに整えます。色彩は配合せず、プラチナ、ゴールドに合わせたパールのみをブレンド配合。4色のパールの複雑な輝きで肌に溶け込みながら凸部分に光を集め、ツヤを蘇らせます。立体感を出す効果もあります。スキンケア成分配合、フローラルフルーティーシプレの香り、ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済みです。練りならではの生ツヤ感と密着感が最高。こちらファンデの上から塗ってもよれにくいって聞いたので、それもやっていきます。半分ずつ違う色でやってみたいと思います。まずはこちら1番をクリームファンデ塗った方に使っていきます。好きだと思うって言われたんですよね。なになに、どう、あ、ちょっとハゲた、やだ。ルースパウダーの上っていうのが良くないのかなと手に取ってやっていきますわ。ここで引いちゃうとやっぱパウダー剥げますね。まあでもこれもね、見ていただいて画面教師にしていただければと思います。まあそうですよね、こういうところに入れると分かりやすいんで、はい、結構生き生き感がやっぱあるね。これ手でちょん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 ってやってつけるのが私的にはいいかも。あ、すごく綺麗です。こっちがね、塗った方で、こっち塗ってない方、塗ってない方も自然なツヤがあっていいんですけど、さらに生き生きとした印象になります。じゃあ次が2番です。あ、馴染みますね。私がイエローベースなんですが、イエベさんはこのちょっと黄みがかったこちらが肌に馴染むかなと思います。でもこっちも使えます。なんっていうんだろう、こうね、光り方が2番の方がちょっとマイルド、色味が変わるだけでだいぶ印象が違います。はい、できました。あー、いいですね。これ本当に、ね、メイクした上から使えちゃいます。本当によれないしいいです。メイクの上から使う場合はギーって引かずに、さっきみたいに手でポンポンつけてあげるのが一番綺麗に仕上がると思います。時間が経ちました。こっちがクリームファンデで、こっちがパウダーファンデーションです。どちらもテカリはあります。体感的にもこうなんとなく溶けたファンデーションが乗ってるなっていうのはあります。この辺が剥げるなどはないです。鼻横少し白く溜まっています。頬のあたりの剥げも全然気にならないですけども、もしかしたら若干ハイライトを重ねたところが落ちてるっていうか、なんか落ちたがってるみたいな気はします。三角ゾーンの毛穴落ちはないです。表面もすごく綺麗ですね。そのまま保ってくれてるように感じます。クリームファンデーションもちょっと鼻横は白く溜まっているような気がします。で、三角ゾーンの毛穴落ちに関してはこれも綺麗ですね。両方ともカバー力も全然崩れてないです。保湿力もすごく高いと思うので、春夏と秋冬で分けるんだったら秋冬のファンデーションに入ると思います。めちゃくちゃ綺麗ですよ。厚く塗りすぎないっていうところを意識すれば夏も全然使えると思います。めちゃくちゃ汗かく時とか運動する時には向いてないかもしれないです。時間が経ってもすごく綺麗でした。
インウェイが向いている人、自分の持っている個性を生かしながらメリハリをつけツヤが出るアイテムが揃っていました。プライマーのまとめ、すごく自然なツヤが出て密着感も仕上がりもいいのに 1g あたりの価格がとってもお手頃でびっくりしました。コンシーラーのまとめ、色ではなく光の反射技術で凹凸を補正するのが新感覚でした。肌表面がとっても滑らかに見えます。 1g あたりは結構お高めでしたが、スルスル伸びもいいため1回に 0.1g も使うのは難しいと思うので半年ぐらい持つんじゃないかなと実は思ってます。ファンデーションのまとめ、どっちも綺麗でしたね。かなり好みは分かれそうでした。両方とも保湿感がしっかりしているので秋冬の強い味方になりそうです。ルースパウダーのまとめ、これは本当にすごかった。自分の中でパウダーファンデが圧倒的一押しって思ってたけど、これも甲乙つけがたいな。お城以上コンシーラー未満みたいなカバー力があるのに重ねても熱くならない。これ塗ると皮脂を吸ってくれてるのも感じるので私みたいな混合脂性肌にもぴったり。なのに肌乾かない。またいいパウダーに出会ってしまいましたわ。ハイライターのまとめ、オイルとパールだけで作ったハイライターなのでやっぱり濡れ感が一味も二味も違いました。これ濡れてますやんっていうリアルなうるうる感を求めている人はやっと出会えたと感動するはずです。 1g あたりはおおという価格ですが、これもそんなにガツガツ減らないと思います。濡れ感すごいのであんまり塗りすぎても多分溺れます。インウイベースメイクどうでした？また欲しいものが増えちゃったよって感じですか？あ、そうそう、9月15日から月末まで資生堂の商品を買うとビューティーキーポイントが 10% も還元される期間が始まります。そして皆さんご存知、柳屋は9月18日から月末までなんとポイント 20% 還元ですよね。遠方でも LINE でご連絡いただければポイント還元して配送できますよね。そしてインウィは9月21日に発売ですよね。柳屋でインウィを買うとそれはもうどこよりもお得なんです。ご来店ではタッチアップもご相談もできますし、エステやパーソナルカラー診断などいろんなこともやっているので、ぜひ LINE の登録だけでもしておいてください。アイブロウ編もせっせと編集して、コフレも現物が来たらすぐ撮ります。楽しみにしててください。